これより第4クォーターに入ります。愛媛大学相手陣29ヤードからセカンドダウン6。1番トスを受けて左オープンへのスイープで相手ディフェンスを隙間を塗って攻撃権更新です。愛媛大学ファスター、キャリア1番は川上、岡山城東高校出身のプレイヤーです。愛媛大学相手陣19ヤードからファーストダウンテ、さあここでフルバックのパワーダイブプレー、キャリア20番密集点突破を図りまして、ここでイエローフラッグ、しかし反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。これにより5ヤードバッタリ、したがってオフェンス5ヤード前進してファーストダウンやり直しです。愛媛大学相手陣15ヤードからファーストダウン5。さあランニングバック22番に託しまして右オフタックルつきました。22番、見事に期待に応えまして攻撃権更新です。愛媛大学ファスター、続いて敵陣ここでホイッスル、で負傷者発生によるレフリータイムアウトが取られます。さあ試合再開となります。愛媛大学相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴさあキャリア1番ボール託されましたが、ここでボールをファンブルしました。幸い自ら抑えていますが、結果的にゲインありません。攻撃権1つ失いセカンドダウンとなります。愛媛大学はプレー中にボールをファンブル、しかし自らボールを抑えております。愛媛大学セカンドダウン2ボール、残り10ヤードホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートを切りませんでした。これにより5ヤードバッタリとなります。
スマットの前にスタートをしたという反則です。よってウェアのバッタになります。愛媛大学相手陣15ヤードからセカンドアンドゴールやり直しとなります。エンドゾーンまで15ヤードとなります。中央ランプキャリアは22番、密集点を貫くように中央突破しまして約5ヤードのゲインと書いています。愛媛大学ランニングバック22番村井選手中央を取りました。続いてはキャリア22番は村井、永田高校出身の4回生。愛媛大学相手陣10ヤードからサードダウン2ゴール。島根大ナイスです。ここでキャリア24番の中央へのランプレーでしたが、これを島根大15番が猛追、このランプレーを中央突破する前に阻止しました。素晴らしい反応をしましたのは島根大学15番の松村、倉吉東高校出身の2年生。10ヤード付近よりコースマーク、残り13ヤードです。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。イエローフラッグが投げられました。オフェンスに反則がありました。交代違反。愛媛大学フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜体となります。反則となります。そして10ヤード5ヤードの反則となります。愛媛大学フォースダウン2ゴール、残り20ヤードフィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス33ヤード。このキックは失敗です。フィードゴール失敗によりまして攻守交代となります。約15ヤードのフィールドゴール成功です。島根大学厳しい状況を何とかしていまして攻撃権を奪還しました。ボールオン自陣20ヤードからファーストアンテ20ヤードからです。しました。26番にトスをし右オープンのランを展開しようとしましたが、これは愛媛大学見事に対応しまして約3ヤードロスとしています。アラウンウォーカーさん、先ほどの攻撃シリーズ確かに惜しい攻撃でした。ここ一番というところでのミスが最終的に無得点に終わる形になったのが惜しまれる攻撃でした。さあ島根大学セカンドダウン13、ここでクォーターバック1番ワイドレシーバーに入った15番へのパスでした。15番しかしこれをキャッチできず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ進みサードダウンに変わります。島根大学サードダウン13、攻撃権更新になるでしょうか。愛媛大学18番のインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは愛媛大学18番の泉、呉、
三田高校出身の4回生です。愛媛大学敵陣アンジアロスチームのパーサナル GR の手を伝えます。文字通り攻撃権を奪い取りました愛媛大学。相手陣41ヤードからファーストダウン10の攻撃に入ります。通じました。ターゲットは20番でしたが、これを島根大学見事なパスカットによりパス不成功としました。堂前さん、確かにここは愛媛大学何としてもタッチダウンにしたいというシリーズになります。今の時点の得点差ではワンタッチダウン生まれた際にその状況が一変してしまう状況になります。逆に言いますと島根大ここをしのげるかどうか非常に重要です。ここで愛媛大学のロングパス、ターゲット17番でした。17番、これは手にかかりました。しかし確保できずパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いサーブダウンに変わります。ターゲット17番の田中は高野高校出身の1年生でした。愛媛大学相手陣41ヤードからサードダウン10。キュービーサーブ。ここで愛媛大パスを投じようとクォーターバック4番下がりましたが、これを見計らって島根大学52番がキュービーサーク。パスを投じる前に大きく10ヤード以上のロスを奪うことに成功しました。素晴らしいキュービーサークを決めましたのは島根大学52番藤井、鎌倉学園高校出身の2年生です。ここでホイッスル。ここで愛媛大学後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り5分19秒で愛媛大学フォースダウン20の状況ですが、あえてここで愛媛大タイムアウトを取りました。しかしフォーメーションはパントフォーメーションを引いています。試合再開となります。愛媛大学フォースダウン20。このパントは相手陣35ヤード付近で外に出まして、この位置での攻守交代となります。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。
オフェンスの反則でした。イリーガルフォーメーション、パントチームが不正な体系でパントを行いました。しかしこの反則島根は取りません。先ほどのパントによる結果を取りまして、自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。攻守は交代です。島根大学、試合時間残り5分10秒でファーストダウン10に入ります。ボールオン自陣35ヤード、ここでホイッスル。イエローフラグ、反則が発生しています。先ほどのプレーに反則はありませんでした。先ほどのプレー自体を無効とします。したがって島根大学ファーストダウン点で試合やり直しです。試合再開となります。モーションからハンドオフを受けまして右オープン展開、素晴らしいステップで攻撃権更新としました。スマイン大学ファーストダウン。キャリア10番は村田、新田高校出身の1年生です。スマイン大学相手陣44ヤードからのファーストダウンテ、ここでオプションプレーを展開しようとしましたが、この時にピッチミス。ランニバック26番なんとか抑えましたが、しかし陣地を大きく下げております。島根大自陣47ヤードからセカンドダウン20、のラテラルパスキャッチアンドランを図りましたが、これを読んで島根大学、失礼しました、愛媛大学73番が見事にアジャスト、さらにロスとしています。愛媛大73番は岩田、倉敷南高校出身の4回生。島根大学サーランドン、ボールオン自陣40ヤード。パス成功。クォーターバック1番、ここでミドルゾーンへパスを投じました。密集点でありましたが、ワイドレシーバー34番見事にキャッチして前進としています。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースアウトがあります。パスを取りました。ターゲット36番のノート三田松雲館高校出身の1年生、ここでホイッスル。ここで島根大学後半1回目のタイムアウトを取ります。愛媛大学後半1回目のタイムアウトです。
試合時間残り2分18秒となっています。試合再開になります。試合時間残り2分18秒島根大学の攻撃。島根大6点ビハインド、ボールオン相手陣41ヤード島根大フォースダウン7。プレーを選択します。ギャンブル、パス成功、ファーストファイナルシーンは10番カバーサイドが見事に勝ち、攻撃点更新です。ギャンブル成功、島根大学ファーストレシーバー15番アプローチのシーンのパスの成功、敵陣25ヤード付近より攻撃権更新しました。島根大学相手陣24ヤードからファーストアンテレシーバー文字アプローチ中央へのランプレーを選択しました。キャリア26番ゲインは約3ヤード、しかし中で倒れたため時計が回り続けます。ハリーアップハドル、すぐにプレーをします。セカンドダウン7。ここでホイッスル、ターンオーバー。なんとここでボールハンドリングのミスが起こりました。そしてそのボールを抑えましたのは愛媛大学、したがって攻守交代です。ターンオーバー、これを愛媛大学を抑えましたので攻守交代となります。愛媛大学24日よりラインマンであるセンターがボールを動かす際にそのボールの動かす仕方に不備がありました。そして落としたボール、転がったボールを素早く愛媛大学ディフェンスラインが抑えまして攻守交代になっています。愛媛大学ファーストダウン、ボールオン自陣20ヤードからのファーストダウン10。さあ愛媛大中央のランプレー、キャリア22番、ここでホイッスル。このランプレーにより約5ヤードのゲインを奪っています。ここで島根大学後半2回目のタイムアウトを取ります。このままランプレーにより時計を回してしまうと残り時間がなくなります。これを防ぐためあえてここでタイムアウトを取りました。島根大学ランニングバック22番内選手中央を来ました。続いては自陣25ヤード付近よりセカンドダウン、残り7秒です。島根大学後半2回目のタイムアウトを使いました。愛媛大学自陣26ヤードからセカンドダウン5で試合再開となります。愛媛大学セカンドダウン、試合時間残り1分16秒。愛媛大学ファースト、愛媛大見事中央へのランプレーで攻撃権更新としました。愛媛大学ファースト、キャリアは24番の藤島でした。呉三田高校出身の4回生2ラウン、時計を回します。膝を打つことによりランプレーの扱いとして時計を回そうとしますが、ここでホイッスル、ここで島根大後半最後のタイムアウトを使います。島根大学後半3回目のタイムアウトです。
てクォーターバック4番本間選手中央選手が2位に行きませんでした。続いては30ヤード付近より1番残り11ヤードとなります。プレー再開となります。愛媛大学自陣29ヤードからセカンドダウン12。さあプレーは崩れましたが2ダウン時計を回しています。島台に時計を止める手段はもう残っておりません。ここでホイッスル。島根大学に負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。クォーターバック4番本間選手ゲインしませんでした。続いては30ヤード付近のリイカのダウン残り11ヤードです。さあ試合再開となり時計は回ります。しかしもう島根大に時計を止める手段は残っておりません。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして愛媛大学6点島根大学0点で島根大学が勝利しまして島根大学ボンバーズ決勝進出となりました。島根大学下平ながら大変魂のこもった素晴らしい戦いを見せてくれました。ありがとうございました。 1次 リーグ危険という非常に厳しい状況で、そして今節の練習おそらく試合そのものが組めないような厳しい状況を今シーズン過ごしたと思います。その中でこの決勝トーナメント、しかしそれにふさわしい見事な戦いだったと思います。ナイスプレーでした。
大学、見事この試合に勝利し、甲子園ボールトーナメント出場の可能性を残しました。最終節の決勝戦、山口大同の一戦、果たしてどのようになるでしょうか。大変楽しみな最終節となると思います。両校素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼の理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの脇に入っ影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は私道楽やリチャが受けたまわりしていただきました。配信は中四国アメリカンフットボール協議会の許可をいただきまして、その ご協力のもとに成立いたしました。皆様ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。